じゃあビーフカレー一つ、あ、以上でお願いします。え、いやもう大盛りにせえへんよ。いやさすがに無理やって。大学の時とかは大盛りしてたけど、いやもう無理やな。うん、だからマジで30近づいてきたよなと思うわ。うん、あとあれ見てる、ツイッター見てる、あさ、俺らの大学の同級生ぐらいのやつらがさ、その、ね、結婚しましたとか子供生まれましたとかばっかりやん。そ、ん、あ、X? ああ、ツイッターじゃなくてな、 X 変わったもんな。ああ、まだ慣れへんな。うん、じゃあ そんでそのばっかりやん。そう、そういうツイートとか見てると、いやマジででもこういう年齢なんやなと思って、そんなんすなあかん年齢かと思うな。うん、ポストああツイート、ああ X になってツイートからポストになったんか。ああいやごめん。うん、でなんかそうそう、大学ど昔やったらさ、例えば同級生とかなんかめでたいことあったら、そういう拡散とかしてたやん、リツイートいいねとかしてたけどさ、それリポストああそうか、ツイートがポストになったからリツイートもリポストになったんか。あ、なるほどね。あ、じゃあさ、お前のこともさ、山田じゃなくて木村って呼んだ方がいい感じお前先月親離婚して名字変わったやんかお前のことも山田じゃなくて木村って呼んだ方がいい感じ。それそこそこそここだわるんやったら、え、そのお前ややこしいがある人間やで、お前そのツイッター X がある人間やで。自覚ないと思うけど、そのお前イーロン・マスク側やで、お前自覚ないと思うけどな。じゃあ無理やん、そんな呼び名をさ、そのいや散々呼んできた呼び名を急に変えるのとか無理やんか。ああ、高橋おるな、大学の時の。ああ、あいつとあったんや。うん、え、もうあいつ全部最新の呼び名にしてた。え、お前のことも山田じゃなくて木村って呼んで、ツイッターのことも X って呼んで、え、ツイートのこともポストって言ってたんや。お前そんなやつのこと参考にすんなよそ、何にも愛着ないようなやつのこと、お前何も愛着ないからそんなことできんねんな。俺だってめちゃくちゃ気使って山田っつってるからな、わかる。その親の離婚なんて気にしてませんよみたいな感じ で山田、あ、木村かみたいなの気まずいからな、山田って山田の時に会うたから山田って呼んでんねんな。お前がそんなさ、ツイッターとか X とかこだわるんやったら、お前のことも木村かっこ旧山田って呼ぼうかできるよ全然、 X かっこ旧ツイッターみたいにできるよ、全然できるけど、やらんだけで全然両方めんどいけどな、全然できるよ。うん、てかそのお前のさ、その同級生の親がさ、その何やろな、そのお前がその子供が30だろ手前のタイミングでさ離婚すると思わんや。正直そのお前の親の離婚するタイミングもちょっと変じゃない。え、ううん、親のこと悪く言うのは違くないよあ、それは親も人間だから、人間は間違える生き物だから、わかる。に親の子、親にあの過度に期待してたら、親が下回ってきた時がっかりするから気ぃつけろよ。お前親も人間やからな、それ気ぃつけろ。てかお前山田から木村、山田から木村なんや。名字ランキング上位すぎひん、お前どっちでもいいぐらい上位やん、お前どっちでもええで。お前から読んだよこの回、なんか言いたいことあるんちゃう。え、お前結婚すんの、結婚すんの、最初に言えよお前そんなこと。やった、最初に言ってたらお前ツイッターやら X やらそんな喧嘩せんでよかったやん、マジで。あ、向こう養子入んの。あー、向こうが男兄弟おらんの。あー、そう、そんな理由あんねや。え、お前また名字山田なるん、マジで。え、山田木村山田なんの、話できすぎやろお前。え、お前の人生の脚本三谷幸喜よお前、宇宙天ホテルやんお前、すごいな、話できすぎやって。お前、お前じゃあまたツイッターなんねやツイッター X でツイッターなんねやお前。あ、いやまあ厳密に言ったらその最初の山田ツイッターと今度の山田ツイッターは違うもんやな、厳密にはな。だからまああれじゃツイッターに限りなく近い存在というか、そのスレッズ、スレッズちゃう、お前スレッズやん、お前、ま、お前今度スレッズなんねやお前。だからツイッター X スレッズなんねお前、お前スレッズかいお前。えー、お前スレッズ、お前マジで結婚おめでとうマジで結婚おめでとう、お前言うの忘れてた、さっき言えばよかった、マジで結婚おめでとう。いや嬉しいな、いや同級生とかびっくりするんちゃう、あのツイッターとかで言ったら。それこそ、うん、いや俺もお前のことやったらもうほんまにもう素直に拡散とかできるわ、うん、もうほんま お引け目なしで、うん、そういうので言わんの SNS とかで。あ、来週言うんや、あ、ほんまよかった、びっくり、マジでびっくりすると思う俺、うん。いや、お前なんで最初ボンディで言うねん